両チームの面々が入場してきました。画面左、赤と黒のストライプのユニフォーム、ホームチームの福島。さあ、東北ダービーです。まずは最後方、平川から長いボール左サイドに送ってきます。落としを田村が広げる。前田涼介、さあゴール前は厚みをもたらせるか。池田のシュート、キーパー正面、こぼれ球流れてきて田村クロスにした。浮き球はイスマイラに来る。収めて少し上がりを待ちます。左に進路を取ってそのボールが流れて、さあ岩手のカウンター、橋本、橋本が運ぶ。中央に通してきた松、流れてきてシュートに行った。もう一度シュートだー、決まりました。岩手先制ゴール。これはまさに岸田、今シーズンの初ゴールをこぼれ球から決めていきました。今シーズンの岩手の初ゴールは岸田から生まれています。後藤のキープからもう一度石井啓太、斜め前へのボール、走り込んできた有永のクロス、残してきたぞ、ヘディング、大垣でしょうか、飛び込んできました。右に振って有永、際どいところを残しました。福島もちょっとボールウォッチャーになったところで、イスマイラが遅れて帰ってくる。その前だ、流れてきて橋本陸のシュート、ナイスキーパー鈴木智之。鈴木智之、胸で収めて強く狙ってきましたが、位置を取っているようにも見えます。フォーメーションの変更などもあったか。田村から浮き球、橋本陸の折り返し、ハンドがありました。福島 PK 獲得。田村が、まあ、ノールック気味で中に入れて、橋本陸、森下のハンドを取った。田村亮介決めました。福島同点に追いつきました。キャプテンの田村の今シーズン初ゴール。同点に追いつきました福島です。キーパーの逆を落ち着いてつきました。滑るピッチ状況の中でゴロのボールをゴールに、佐々木、さあ勝負、間を通す。ここで長い笛です。 J3 リーグの第3節、福島対岩手の一戦は1対1。